はい、えー。9月もですね、1周目になりましたが、えー、もうスーパームーンすごすぎて、えー、私もカオス、自分の頭の中が一瞬カオスになった出来事が起こったりしました。で、えー、スーパームーンのね、8月31日に大好きな私のソウルシスターのスナンナと、えー、一緒に、えー、対談をしたんですけど、途中で 途切れちゃったんですけれども、今日は、えー、その伝えきれなかった私の方のメッセージですね、お,お伝えします。新しい地球で、新しい、えー、スタイルのパートナーシップについて、えー、皆さんと共有したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。どうぞ。 穴口恵子のハッピースピラルライフにようこそ。今日もご視聴いただきありがとうございます。そして、8月31日にご覧いただいてた方ね、あの、本当に最後までね、私が参加できなくて残念だったんですけれども、その分今日ですね、新しい地球のパートナーシップですね、まあ、次元シフトした地球がどんな状態であるかということをね、私自身が 共有していきたいなと思ってたところが抜けていましたので,で、パートナーシップについてもですね、今日はお話ししていきたいかなと思っています。えー、引き続き、えー、最後までご覧いただけたら嬉しいなと思います。はい。でですね、新しい地球、ま、私が地球天国、で地球天国から宇宙天国へというその、えー、周波数は、えー、5次元シフトした地球がもうすでに あってそこに私たちは存在している、えー、わけなんですけれどももちろんそこに存在している、えー、魂の、えー、仲間と、まあ、そこには,ずは存在してないけれども違ったバージョンの地球にいるっていうね、まあ、どちらかというと二元性がそこにはあって、えーまあ、で実際には愛と恐れというところをまだね信頼と不信というのを体験している方もいますそして行ったり来たりしていることがすごく今多いんですね なので、少しもう少し、五次元シフトしたその新しい地球、地球天国というところから、宇宙天国に行く過程の中で起きていること、あなたがその振動数の中にいるために何をしたらいいかということについても、まずは話していきたいと思いますね。はい。まず、その地球天国というのはですね、まず何はともあれ、自分自身が主人公、要は自分自身が 心から湧き上がってくることに対して素直に表現したり行動を起こしていることがすごく大事なんですね。というのはこの地球天国というのは一人一人がもう本当に創造主ですから、その人が魂の湧き上がってくることに忠実に楽しく幸せに行動をとっていることに対しては、周りの人が関与してきます。応援してくれますので、 そういう意味でも、すごく、えー、この地球天国ではですね、あなたが本当に望んでいることは何ですかそしてそれをやっていいという許可を自らが与え、一歩踏み出したときに、地球天国の、えー、あなたと共に共同創造する仲間は、スルッと目の前にやってくるんですね。えっと、意外にえびっくりするほど、えー、応援がやってきますので、そのような、えー、この、えー 活動を皆さんがやったらいいんですね。活動というのは行動ですね。自分の魂が本当に望んでいる方向に向かっていいという許可。でもしそれがまだわからないという方は、ぜひね、地球天国の、えー、にい,いるような、えー、キラキラワクワク楽しんで、えー、現実創造をしている人との交流を深めていくことによって、その振動数を受け取りながら、皆さんの魂の声を聞くことができるので、それをしてくださいね。 はい。そして、それ以外にですね、やっぱり、あの、キーワードは本当に、えー、誰もが人生のリーダーシップをとっていますので、なんか、誰かに従うとか、誰かの、えー、アドバイスはもらったときに、じゃあ自分はこのアドバイスをどのように活用していこうかっていうことを自分自身が決めるっていうことですね。この地球天国って、一人一人が創造主なので、自分が選ぶ、決めるっていうことがすごく大事になってくるんですね。で、それ以上に、えっと、もう、 一人一人には自由意志がありますので、その自由意志をお互いが尊重し合う関係性が成り立っていますので、例えば、あの、このことについて応援してほしいんだけれどもって言ったときに、その相手が、あ、今このタイミングじゃないと言われたときに、あ、そうなんだ。じゃあまた次のタイミングがあったらよろしくねっていう形で、何の、えっと、その、ノーを言ったとしても、それはノーではなくて、イエスなんです。どういう見方ここ大事です。 その人ではない誰かがイエスって待ってくれているということなんです。この人はこの私が本当に望んでいるこの世界でこういうクリエーションを共にしたいってオファーをかけているだけなんです。頼んでるということとオファーをかけて一緒にその魂をさらに進化させませんかっていうオファーに対してノーであればその人ではないだけであってその人との関係が悪くなるとかじゃなくてあ、じゃあまたねみたいなそんな感じで次の方に え、オファーをかけていくという形なんですね。今までだったら、なんか、この人から断られたというね、断られたっていう感覚になって傷ついたりとかがっかりするじゃないですか。そういうのが地球天国ではなくて、あ、この人じゃなかったら他に本当に私と共同創造したい人がいるのだっていうことを感じ取れるその愛があるわけですね。ここにも本当に無条件の愛なので、逆に言うと、その人がノーであったら、その人以外の素晴らしい 仲間が、えー、イエスを待ってくれているということをね、えー、そこのところをね、意識するとすごくいいわけなんですね。ということは、あの、この地球天国っていうのは、あの、どうにもならないとか、あの、八方塞がりで、えー、何もできないという状況などは、一切ない状況なんですね。誰かがやらなかったら、やりたい人がちゃんとここにやってくるという感覚がすごい大事ですね。そう。 というわけでね、この地球天国の中の、このパートナーシップの中でも、すごくはっきりしているのは、それぞれが神、女神である。その、お互いのその、軸を尊重し合っているか否かというところが、すごく鍵になっていきますね。そして五次元振動数というのは、常に愛を選択、お互いにできるということがあるかというところにフォーカスをします。それはですね、例えば、 お互いにとって大事なことは何かということを一緒に選択するというプロセスがあるだけではなくて、それぞれにとっての一番この魂が求めているものは何かということに対して興味を持つ、あるいは引き出し合うということですね。そうすることで五次元シフトした状態でいるというのは、いい状態をお互いが本当に引き出し合って、そして、 どんどんと進化するっていうことですね。5次元シフトしたらこれで終わりではなくて、愛のその世界観というのをどんな風に育んでいくかということを、それぞれが体験していることを、え今まで以上に、その、えー、コミュニケーションはですね、えっ、ー、と、言葉を返してのみならず、もっといくと、えー、共有するテラパシーですね。 テレパシーがすごく働くことが多くなってきますので、会話以外の部分で感じるものというものがすごく幅が広い。もっと言うと、お互いの潜在意識の中にある可能性を共有している状態が起こりますので、 シンクロが次から次に目の前に起こったりするのも一つの5次元シフトした地球天国でお互いが創造主としてパートナーシップを育んでいくというところの兆しですね。もう本当に、えっと、5次元に行くプロセスの中でおそらくいろんなシンクロがあって出会って、 本当に離れていたとしても、またシンクロで出会っていくというようなね、そういう繰り返しが起こっている方々っていうのはおそらく、その、この五次元シフトした地球天国のパートナーシップを育んでいくということにお互いがコミットしている可能性がありますので、どうでしょうかあなたの今のパートナーシップはそんな感じで育んでいられるでしょうかそして、同時に、それぞれがやはり、創造主として自分軸、 がお互いにあって、こその始まりであるということですね。えー、以前は、えー、この土の時代であったりとか、三次元、えー、地球というのは、えー、どちらかがどちらかに依存することが普通にあったとか、共依存がすごく多かったわけですね。だから、切っても切れない、そのような共依存がある関係が多かったのですが、のこの、えー、地球天国ではそれぞれが創造主なので、それぞれが立ち上がっている状態があって、 この共有する部分というのは、えっ、ーえー、と、それぞれのパートナーであるからこそ独自な、えー、スタイルをもっと顕著に、えー、出すことができる。だからすごく、えっ、ー、と、終わりのないお互いの学習とと,ともに、顕著にですね、あの、倦怠期とかいうのではなくて、えー、この、えー、クリエイティブな体験を お互いがそれぞれした後に、あるいはお互いがやる、やることを通して共有する、そのクリエイティブな、未だかつてなかった自分自身、要は私たちは無限にその創造主としてこの可能性を発揮できるような関係性ですので、 えっと、飽きることのないっていうことを言った方がいいですね。今までだったらなんか倦怠期があって、なんか賞味期限がパートナーシップにはあるみたいなことを言っている方々が多かったと思うんですね。そういう方がだいたい自分の言わなくても頭の中にあったりとか心の中に訪れるんですが、そういうことは訪れず、常に、えー、創造主としてのクリエイティブな、えー、自分の可能性がどんどんと開いていきますので、どんどんと感、感、 こう、見方のよ、見方、こういう見方だと思うんですね。はい。えっ、ー、と、どんどんと成長していくも、いますので、あの、同じ魂を持つ人間ですけど、進化していく者同士が、進化の過程で、あ新しい、えー、この、えー、出会いを継続するみたいな、<laughs> そんな感じなんです。というわけでね、地球天国の、えー、から、宇宙天国に行く過程が今始まっていますので、えー、またね、宇宙天国ってどういうことかも、また話したいと思いますが、今日は、地球、 の地球天国、新しい地球ってどんなところか、そしてそれ、そこには、えー、存在している、えー、パートナーシップってどんなものかっていうことに、えー、ついてお話ししました。というわけで、えー、まだ、えー、登録されてない方はぜひ登録していた,い,たいただいたらめちゃめちゃ嬉しいです。穴口恵子のハッピースピリアルライフでした。ありがとうございました。